え、もうその次女がいるってこともズバリ当ててるし、その次女がまたその力を持ってるところズバッと当てたってこと。ズバッと当てた。すごいですね。連れてきなさいみたいな。不思議大百科。いやこれ前これちゃう言うてたやん。何が？前やったからこれ。そしたらもう。俺これやった。もう全然あかん言うてましたよ。全然あかん。いや違う寒いわー言う。採用採用や。採用採用や。これずっと僕せなあかんの。これ採用や。うわきついわこれ。めっちゃきついマジで。ちょっとまああのもうちょっと考えましょう。もうちょっと考えてほんまに。まあまだ悩んでるとこ。ああありがとうございます。まだ悩むわ。あありがとうございます。まだ悩みます。ありがとうございます。今日はどうしましょう。今日はね。はい。また家戻ってきたんで僕の家。そうそうそう今日田中さんね、今日クーラーつきましたよ皆さん。はいもうね涼しい。いやこれでもうちょっと今月俺家賃払われんから。うせやのえクーラー買ってマジでマジで。あの皆さんこれ本当の話なんですけど、今日もこの家に来る前に、家の前にめっちゃでっかい荷物あったね。あるある。何ですかあれ。あれははい呪物を置く机や。いるか。いるいるいる。いるな。床に置くシステムになってる今。あ、そうですよね。システム。まあそうですね。さすがにちょっと。あ、ちゃんと。ちょっとずつ上げていこう思って。あ、まあそれはまあしゃあないか。そう。それはしゃあない。ああね。で今日どうします？今日だからちょっとね、銭湯の話です今日は。銭湯な、え、また？また。まだあるから。え、どうせまたあそこでしょ？そうやで。まだすんの。不思議やね。ほんまに不思議やね。あ、そう。なんか別にいいんですけど、まあこの不思議大百科って、そういう感じやから全然いいんですけど、だいたいそのなんか同じことをもう一回やるって、その動画がすごいなんかこの再生回数でバーンなったからもう一回やるとかはよう聞いたことあるんですけど。いやいやそうやもん。だって。その辺に別に、俺見たらもう3000回ってたから。いやいやいや全然。他のやつもっと回ってるよ。これシリーズ化やな。嘘やん。銭湯シリーズ化やわこれ。あ、そう。でも確かに日本全国のその一番熱い銭湯を探し求めるっていうのはちょっとやりたいのは。いやそうやね。なんかコメントで書いてくれてた人かな。そうだから55.何度でしたっけ。あれは気になる。55って結構やばいな。55はやばい。55は結構やばい。やばいやけどするって。じゃあその銭湯の話なんか続きあるんやったら。銭湯ね。はい。まず、その55じゃないねんけど、はい、なんか温度計みたいなのがあったんよ。え、ありましたっけそんな。あった？で多分それお湯の温度計やと思うんだけど。はいはいはい。俺見てみてんよ。はい。低温湯を。え、じゃあもう温度分かった、で中温湯をまず、俺まずまたいつも中温湯は入ろうとすんねん、とりあえずね、で足入れて熱っと思って、で低温湯行って、はい、低温湯は熱いなと思いながら、その温度計、はい、これ温度計やなと思って見たら、昨日の時点、はい、あ今日の時点で、はい、あの低温湯の温度が43度やった、暑いね。暑っ。43度ってめっちゃ暑いですよ。家の風呂お風呂の設定で43度あんませえへんで、43、あ赤いとこに行ってた、赤いとこ行ってた。あ、そう、低温で43、ほう、え、じゃあ中温は。で中温もあってんよ。はいはいはい。で中温なんぼやろうと思って、でも見えへんねん、ちょっとあの湯船に入ってないから。あ、そっかそっか、その入らないと見れないの。あの、なんなんそれ。壁についてるから。そっか、奥やから見えへんねや。見えへんなと思って。はい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 。ちっちゃいし。うん。もうだから頑張りましたよ。お、頑張った。もう膝まで。え、中音いった。ぐーって。いや、そりゃそうなるわ。あの、富樫男じゃん。富樫ね、もう、あの油のなんか。うわぁ。やってたぐらい、もう、ぐーってやって。なんとかは平八であるみたいな。そうそうそう。感じで、はい。で見たけど、53度やった。え?10度違うん。53? 53度。中温湯？中温湯やな、多分な。え？で高温湯は、はい、もうメーターが、もう破壊されてた。破壊されてた？どういうこと？どういうこと？高温湯はなかった。え、ないの？ないね。高温湯ないね。いや、それもしかしたら投稿してくれたその 55. 何度？超えてるかもしれない、ね。だ中温湯でだって53迫ってるからね。マジで。
で、そのでもあの43でしょ、うん、53でしょ、うん、この法則で言ったら次は63になりますからね。でも俺は80やと思ってる。なんでやねん、80はやばいやろ。あの唐揚げは緩く上がる。上がる上がる。80や上がらんよ。80でも上がらんけど、ま、いやそう、もしかしたら高温油の温度なんかもしれんけど、うん、でも低温と中温があるからね、うん、の何並びやったから。いやでも53はそら入られへんわ。いや入られへんよ、そら無理やわ。え、でも、うん、その、高温油の奥にも一応あるんですよね、うん、いや、ないないんか、ないね。いや、一回あるかどうか一回入ってみてください、奥まで行って。いやいや、違う違う、高温油は端にあるから、うんうん、奥まで入らんでも、うん、回ったら分かるから。いやいや、入らない、入っていったらあるかもしれんから。その、はい、お湯のちょっとこう、なんていう、水面に沈んでるかもしれない。なんでやねん。だから、一回、高温油入って、こう見てください。で、俺こう出てきたらもう、あの、骸骨になってる。全部溶けて。そうそう。怖っ。カタカタカタって言ってんだよ、俺。なんか、そんな映画あったで、なんかあの、なんだっけ、火山がなんか噴火して、ハリウッド映画で、で、その一家が逃げるんですよ。うん、で、池がなんか、硫酸の池みたいになってて、うん、その一家がボートに乗るんですけど、最後ボートが沈みかけるんですよ。もうちょっとで岸に着く、その溶けて。その時に、おばあちゃんが、ボートからバシャーンと降りて、そのボートをグワーッと押すんですよ。あ、自ら行くんですけど、はいはいはい、それがおばあちゃんが足がもうもろもろになってしまって、そこでおばあちゃん息絶えてしまうんですけど、それ高温油や。高温油マジで。それ高温油。ああ、それはあかんわ。それはあかん。ボートも溶けんの。あかんあかん。ああそう。うん、で、え、それが今回の話？違う。それで、はい、いやこれはちょっと怖い話があるんだよ。階段があるんです。え、そう。ほんまマジで。うん、あ、そう。ちょっと聞かせてください。その90ぐらいのバンダイさんがおるんだけど、はい、俺のことがまあ。気になってたやろな。あのジジイしかおらんから基本。ああ、その若い人はいないからね。もう若い人おらへんから。うんうん、で、まあ最初はさ行ったら、うん、まあ何戦闘好きの若い回ってるやつやなと思われててんけど。あ、はいはいはい。だから冷たくされててんけど、あの湯は熱いのに。そう。湯は熱いのに冷たくされてて。心は冷たいみたいな。心は冷たくって。はいはいはい。でもまあ通ってて、はい、まあ何回も来ようなって思われてて、うん、で。一回そこのこの道でな、うん、そこの細い道バーッと帰り寄ったら、うん、もう全然知らんジジイに声かけられて俺、はい、で「おう」って言われて、はい、誰やこのジジイと思って、うん、パッて見たらそのバンダイ線、ああそうなんですね、で、あ、覚えてくれてるんやと思って、うん、でこうちょっと仲良くなって、うんうん、である日、うん、その銭湯行ったら、うん、気になってたから、うん、なんか聞かれてんよ俺バンダイさんに。うん、何やってる人って言われて、もう何もしないですと、いやいやいや、もう本当に私は何もってね、はい、俺はあ階段をやってるんですよって言ってる、フリしてますって、階段をやってるフリしてます、オカルトコレクターですよって言って、あの人から言われてるだけですって、階段やってるんですよって言ってってよく言われますどんどん厚なんで伸びるから早く話しても、はい、階段やってるんですよって言ったら、はい、大体あ稲川淳二さんみたいなって言われんのよ。ああ、よく言われますよね、うん、やっぱりね、稲川さんすごいですよね、これはやっぱ90やなっていう感じがあって、はいはい、ほう、うん、ラフカディオハーン、うん、なるほど、そうね、やっぱり稲川さんより年上やから、あ、時代がね、うん、もしかしたら稲川さんって言ったらもうなんかその新しい人みたいなぐらいの感じな、そうそうそう、あ、なるほど、小泉八雲ですなって言われて、はい、わあ、そうです、そうです、あ、すごい、はい、でまあ不思議な話っていうのはあるねーって、え、提案でいいっていう、いやこれが不思議やけどな、これが江戸っ子やな、こうやって提案でいいって言ってみて、ほうって聞いたら、うん、いや俺はさやんちゃだったのよっていうの、うん、もうほんまに江戸っ子って感じ、はい、でほんとやんちゃだったんだよ、うん、で俺はさまだ若い時に小岩でバンダイをやってた頃の話だよ、うん、もう何十年前だろうな、何十年前からバンダイをやってるんや、そうそうそうすごいな、そうだからに今90やから、うん、何70、え、ほんまに60年前、はい、とかそんなんやで多分、それぐらいの話やで、60、はい、70年前、はい、その子に小岩、うん、っていうところでバンダイやっててんて、うんうんうん、じゃあ
すげえ目つきが悪い男がさ、いつも客でいたんだよね、うん、でその客が ある時俺に向かってね、うん、あんた短気な性格をなさないとこの先えらい目に遭うぞって言われて、うんうん、なんかこう性格を見透かされたらしい、うん、ほうほうほう、パッと言われて、うん、その初めて会った人にね、うん、めちゃくちゃ短気やってんて、まあ、やんちゃっていうぐらいから、はいはい、よう喧嘩してたよな多分、うんうんうん、ティアンでいい両手行くもんこんな感じでもう鼻水をもう、 うわ最悪やな、もう今のそれはもう直さなあかん早く、今の時代やったらめっちゃ怒られる、うん、短気っていうかそこまで言ったらちょっと鼻炎やでそんなに鼻水出るって鼻炎直した方がいい、風やったんちゃう、風ずっと風邪な、うん、体調悪いやんかそれやったら、はい、そういう風になっててんよ、はい、でなんやろって最初思ったらしいけど、こいつなんやねんいきなりと思って、うん、いやあんた絶対そんな短気だろあんたはみたいな、うん、いやまあ短気っちゃ短気やけど、うん、でなんかそういう細かい性格も当てられるらしい、何なんだいって聞いたら、うんうん、実はその人が小岩で有名な霊能者やったらしい、うん、である道場みたいな、はい、なんか開いてて、うん、で通うようになってんて、そっから、はい、でよくまあ若かってんけど磐梯さんは結婚してたらしいね、うん、で子供もなんか3人ぐらい女の子がおってんの、へ、まあ、ちっちゃいねんけど、はいはい、で次女がよくな、うん、あそこに何かがおるとか、なんか何もいないところを見てこう怯えてたりしてるんはしてたらしいね、へ、でそれは何なんやろうと思っててんけど、うん、そのある時その霊能者やっていうやつに、うん、いやあんたの次女いるだろうみたいな、子供さんいるけど、うん、あの子はすごい力が強いと、うん、だからこの先もっと強くなるから、うん、そういう風に修行させるか、ここでそういう力をね止めることもできる、ほう、うん、もうその次女がいるっていうこともズバリ当ててるし、その次女がまたその力を持ってるというのをズバッと当てたぞ、ズバッと当てた、すごいですね、連れてきなさいみたいな、すごいな、で連れて行ったんだよ俺は、はいはいはい、で次女も本当そっからは、うん、こうなんていうの、力を抑えられて、うん、抑える方にしたんですね、うん、やっぱり、うんうん、でもそれでも未だに、うん、抑えても見れる、 見えるって、ああ見えてしまう、うん、今でもそうなんだけど、その時に力でなんとか、うん、抑えれたんだよ、うんうんうん、でねこういうこともあったんだよねってこうまだまだ続くの、お、江戸、はいはいはい、江戸戦闘を書いたの、気になる気になる、うん、てか気になるなと思ったんだけど、うんうん、俺その時ちょうど用事があって、はい、で3時半に風呂屋行って、はい、で15分で、はい、風呂から上がって、うん、で着替えて、うん、15分で駅まで行く、で、うん、4時には電車乗らないと間に合わなかった、はい、で時間見たらもう3時45分やって、はい、まあ、風呂終わってる時間ですよね、そうそう、はい、やばいと思って、うん、これもう間に合わんわと思って、うん、でも止まらんのよ江戸階段は、はい、江戸階段がね、江戸戦闘階段、はい、でええ話やし聞きたい、うん、だけどもうこれはあかんわ、もう言わなあかんわと思って、うんうん、待ち合わせに遅れるわと、うん、で磐梯さんすいませんって、めっちゃええ話でめっちゃおもろいねんけど、うん、ちょっと僕今日用事があって、うんうんうん、これ改めてまた3時半に大体来るから、うん、これ改めてもう一回ちゃんと聞かせてもらえないですかって言って、うん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 、じゃあ磐梯さんが、うん、ダメ今日で終わりって言ってそっからほんま一切教えてくれんの、そうマジで、あの話って言っても、うん、ダメ、ダメダメ、めっちゃ気になるやんか、絶対その事情の話あるじゃないですか、いやあるある、もっとなんかいろんな細かい話が あるって言って、ちゃんと聞いてください、気になるわそれ、もう江戸っ子はもうへそ曲げたらもう、うん、手やんでいいやん、いやもう短期のまんまやんかそれやったら、短期のまんまやし、これやってんだよまだ鼻炎やんかそれやったら、もうずっと鼻炎、ずっと鼻炎やん、うん、まあ、直しいやん、もう短期も鼻炎も、もうそれは治らへんねん、あそう、うん、いやそれ気になるわ、気になるね、めっちゃ気になる、僕も気になるし見てる人もめっちゃ気になるよそれ、いやでももう江戸っ子はもう、うん、もう一回江戸っ子が江戸っ子も頑固すぎでしょそれもう江戸っ子はそうやから、あじゃあ、うん、僕が今度行った時に聞いてみよう、ああそれはいいかもしれない、それで行こうか、うん、ね、でもその時は、う
バンダイさんも、うん、あの喋るテンションじゃないかもしれない。ああまあね、うん、まあね、はい。まあでもあのなんとかちょっと聞き出せるようにしますけど、うん、まあ、聞いたらその話は僕の話になるんで、いやそれは自動的に僕は聞いてるから、それはもう絶対に喋らんということです。他ではいやいやいや、僕が聞いたんやから、もうそれは著作権。いやいや、その田中さんの今の話も本当もうなしで、ね、いやほんまに、はい、もう言っとくんで、僕バンダイさんに、はい、うん、なんかメガネのやつが、メガネのやつが聞いてきたら絶対に、うんうん、あの高温油に入れてくださいって殺されるやん、殺されるぐーうわーって、でもここで、あ、温度計あったって上がったらカタカタカタって、いや死んでる、怖い怖い怖い、死ぬよ。うわそうですか。いやでも結構バンダさんあるんですね、そういう話。いやー面白いですよ、それ聞きたいな、うん、まあ、タイミング見てね、また一回ちょっと、はい、そうですね、うん、ちょっと続編をぜひお願いします、うん、本当にね、はい、では、ということで本日もオカルトコレクター田中俊樹と下駄花尾でした。ありがとうございました。ダメ、今日で終わり。